これが1で2、3、4っていうのにちょっと多めに分割してみてください。だいぶ下がるようになってきましたね。線上に乗る形になります。で、右にひねってる状態ね、はい、で、こういう風に乗ります。歩いてて、こういう感じですね。そうすると犬の方が先に体重移動に対して前にグッと来てくれますから、遅れてるようには見えないですよね。ずっと歩いてて、こういう形ですからね、はい。それをじゃあ逆にしてみます。Woohoo!